なんかね、奇跡的にちょうどいいなって。 OK? モッツァレラチーズ、アボカド、枝豆、キュウリの、なんか、なんていうのこれ、キュウリあえ、居酒屋、うん、料理ということで、とりあえず乾杯するか。乾杯。うまい。美味しいね。飲みやすい。飲みやすいってことで、適当に食べてていいよ。いいの？俺もどんどん作るから。で、俺も食べる。いただきます。いただきます。俺も食べながら作るわ。うまっ。うまっ。うまっ。豚キム。うん。うまい。美味しい。天才。ちょっと質問募集したんで、それ二人で答えながら。カマンベールのアルミ、絶対うまいよこれ。うわぁ、トロットロだね今日。美味しすぎる。熱そう。美味しい。うん。一番好きな芸人さん誰ですか？楽しんごです。俺はオードリーです。楽しんごのツイッターが好き。ツイッター大好き、おもろすぎる。小山くんのやらかしエピソードありますか？いや、小山くんはあんまないですけど、私はたくさんあります。小山くんのやらかしはほんとないな。なんか私の方が男性的なんだよね。小山くんはほんとない。あ、今日米を買い忘れたことです。それはマジやらかしだわ。最近の萌ちゃんの可愛くておもろいことがあったら知りたいです。ある？おもろいこと？可愛くておもろいこと。可愛くておもろいこと。うわー、ついさっきとか。ついさっき料理しながら、うん、あの昼間に食べたマックの残りを無言ですって。そういうとこかわいい。バターコーン、こちらもここに。彼氏が移動で遠距離確定なのですが、お二人ならどうしますか？ LINE でおはようっていう。まあそうだね、LINE しかないもん。うん、でもできるだけ連絡は絶対した方がいい。うん、あ、さっきの遠距離の人で、小山さんはついてきてって言いますか？食ちゃんは言われたらついていきますか？あー、俺が転勤になったらちょっと。うん。えぇー、開けて。ついてきてってあんまりどうするとは言うけど、仕事がね、うん、東京の方がやりやすい。まあ、ついていきたい気持ちは山々だが、結局そんなに調整にはできない。個人を尊重になると。好きなたらこ料理は何ですか？私はね、たらこパスタとたらこうどん。俺はね、明太クリームパスタ。わかるわかる。かうどん。明太クリームがやっぱうまい。うまい。クリームいいよね。フルーツポンチサワー美味しい。うまい。LINE は返さないのに、Twitter は更新する人ってどう思いますか？私はモヤモヤしてしまいます。これ私なんで。LINE 返さないのに Twitter 更新するのは完全に私なので、あんまり言えないんですけど。LINE って、考えて打たなきゃいけないとか、ちょっとあんた相手のこと、相手のこと考えなきゃいけないじゃん。けど Twitter は自分の好きなところで喋れるから、うん、なんか別に悪気があってやってるわけじゃない。うん、っていうのは、分かってほしいかもしれないですね、うん、こっち側の意見としては。連絡もね、言うて連絡分かり次第返したりとかあるから、うん、その間にツイッター上げるとか全然あるから。あ、見て、最強のこと話していた。ん？豚をここに入れる。天才じゃん。絶対美味しい。絶対うまい。うまっ。痩せてる人がタイプなんですけど、最近彼氏がプクプクしだして、なんて伝えたらいいでしょうか？やっぱ年齢重ねていくとさ、太りやすいって言うし、ちょっとは鍛えたらっていう。いや、まあ鍛えたらとかいいと思うよ。うん、なんか俺も最近鍛えよう、
筋トレしようかなと思ってんだけど、うん、男って本当に30超える前でに筋トレとかしないとやばいらしいって言うよね。どんどん老けちゃうんだって、ね、いやそういうのを伝えてみたの、うん、なんか男性ってさ、まあ女性もそうかもしれないけど筋トレは大事らしいよみたいな、うん、小山くんこんばんは。彼氏が PMS 説明しても気合で直せで言われたんですけど、すごく傷つきました。萌ちゃんと小山くんは PMS とかどう対応してますか。要するに生理痛とかそういうこと。あ、生理中の機嫌とか。あ、そうだね、うん、それはなかなかだ。機嫌を気合で直せと言われる。気合？いや、それは結構ひどい話。ぶっちゃけ俺もさ、男だからさ、女性のそういうのとかあんま知らなくて、体験もしてないから知識が必要だから、とにかく男側ちょっと勉強するしかないから、うん、その痛みとか分かんないじゃん、機嫌のイライラとか、うん、だからどんぐらい情緒があれなのかとか、どんぐらい痛いのかとかをとにかく調べないと。なるほど。いや私もさ、私 PMS あんま広くないタイプなんだけど、うん、なんかイライラっていうよりはさ、落ち込むことが増える。アンチコメとか来るかも、うん、いつもどうでもいいと思ってるんだけど。なるほど、うん、だからしょうがないよね、もうそういう時期は。男側が理解してくれないとね。理解っていうか知識系だからさ、知識を蓄えてほしいよね、うん、知識はあるとちょっとでも優しくなれるじゃん、うん、それは大事かも。無理だったら気合で直せって言われたら、お前が勉強しろっていう。いやもうそれはそれでいいと思うよ、真面目に。勉強不足だもん、普通に、うん、気合とかじゃないもんね。なんかうつとかもそうじゃん、うつも気合で直せって言う人いるけど、結構それはそれも本当に知識がないからだと思う。小山くんはマックスどのくらい量食べれるんですか。小山くんはくら寿司で6皿が限界です。それは持ってるよ。俺はあの AQ1 っていうあのデカ盛りのお店で、萌ちゃんが3キロ食べてるのに、俺にも店主さんが愛情盛りみたいな感じ で 1.5 なんだけど、俺知らずに頑張って食べて残すのあれだから、そしたら 1.5 って言われて、あ、1.5 食べれたんだけど。最高 1.5? 最高 1.5。 豚キムチーズ、うん、うまい、うん。今年も残り半年になり、年内にやりたいことはありますか。年内にやりたいこといっぱいあるわ。お祭りも行きたいし、旅行も行きたいし。あ、大阪でユニバ行きたい。そう、ユニバも行きたいし、うん、ディズニーもまた行きたい、うん、今年じゃなくてもいいんだけど、俺あれ撮りたいわ、カップル写真撮影。あ、いいね。体型維持のためにしていることはありますか。カモくんじゃない。え、俺俺ないよ。あるよ、完食しないこと。あ、完食はしないね。あ、私はストレスない、ストレスを食べないことが大事です。萌ちゃんと喧嘩した時の仲直りの儀式的なやつありますか。スマブラじゃない。最近はそうだ、スマブラです。ちょっと不穏な空気になった時はスマブラやって状況を変えてます。スマブラは最高のゲーム。これアヒージョ、海鮮アヒージョ。いただきます。大丈夫、うまいの。うまいよ、いただきます。あ、うまっ、うまい、うまい。もうめんどくさくと動きたくないけど作らないといけない時の簡単晩ご飯レシピお願いします。簡単晩ご飯レシピ、うん、ポキ丼とか。あー、切るだけで。サーモンとアボカドと米でいいか。コーン缶とか、うん、ツナ缶とか、うん、開けるだけじゃん。それを入れて、で海苔まぶして、醤油とごま油とかでも全然。知らない。知らない。年が違う。いや、これ俺より全然年下の子だよ。え、そうなの。じゃあ改めていただきます、うん、唐揚げクソ熱いからね。お酒ももう2杯飲んだ。早すぎ。俺はまだこれ、ちょっと追加するわ、うん、熱いよこれ絶対。さっきだよ。うまっ。うまい、うまい。では改めて乾杯、うんうんうん。
うまい。あ、うまい、ブタキム。最近聴いてる音楽は、こういう質問大好き。俺はですね、うん、やはり時速36キロと、サカナクション、最近めっちゃ聴いてる。サカナクションと、あとザ・ツーってバンドがあって、あとニトロデイっていうバンドがある。最初はリセラフィムと、はい、あとは昔のアニソン、うん、2010年ぐらい。そうだよ。2人でさ、パソコン向かい合わせでさ、作業するときさ、スピーカーがあって家に、それでお互いどっちかが流すんだけど、俺が流すはバンド系が流れてて、うん、萌ちゃんが流すとあの K-POP かアニソンが流れてあとメイソンです。あれメイソンですっていうのか、わかんない。俺も唐揚げ食べます。今回衣多めにしたんだ。うん、えうまい。居酒屋にある。うん、めっちゃうまい。一人暮らしで全然自炊しないので、栄養取れて美味しいコンビニ飯とかあれば教えてほしいです。なんかある？サラチキ。いや俺もサラチキだと思うな。チェイサーでミルクティーのかな。うん、結構酔ってきた。ありがとう。はい、ソフトドリンクミルクティーです。はい、ミルクティー飲むとめっちゃ酒の酔い冷めんだよ。ほんと？これだけ覚えとけばなんとかなる一人暮らしご飯は何ですか？パスタ、パスタ。パスタか冷凍うどん。パスタ、冷凍うどん。やっぱ早い、早い。冷凍うどんは本当にチンで終わるからさ。米はね、米炊くのがね、一人暮らしだとだるい。まあ、パスタとかうどんはもう簡単、簡単だし。唐揚げでかくない？唐揚げでかい。唐揚げ美味しいよね。うん。あー、うまい。同棲始めて、毎日の献立に悩んでます。どうやって毎日決めてますか？これはね、よくマジ、めっちゃ聞かれるの、これ。これは本当に萌ちゃんに聞いたり、俺が食べたいものだったり、SNS で見かけたものだったりで考えてる。でも結構悩む。今日は悩んだかな。今日は何作ろうと思って萌ちゃんに聞いたけど、萌ちゃんがお酒飲みたいって言ってたから、お酒飲めるメニューにした。クッキー缶って言ってたよ、最初ね。ん？あ、最初クッキー缶って言ってた、これ。クッキー缶作ろうかなとか言って。あとその後ケーキ作ろうかな。甘いもの食べたい欲求があったんだよ。今そうでもないってよね。仲良くいるために心がけてることはありますか？俺は仲良くいるためだから会話するって感じだな。毎回言ってるけど、なんかこっちが作業してたりとか相手が作業してても、うん、耳を傾けるじゃないけど、うん、まあ大事かと思う。大事だと思う。うん、感謝を忘れないこと。あ、それも大事よな。当たり前だと思わない。うん、そうね。一緒にいるのが当たり前だと思わない。そうね。大事な日、または大事な人にこれだ出したい一品は。大事な日出したい、うん、調理っていうよりはなんか二人でちょっとなんか楽しめる感じの食卓にするかな。付き合って何年ですか？4年で今年5年目。こんなに長く付き合った人人生で初めて。いや俺もだよ。こんなに私のことを知ってくれてっていうか、全てを打ち明けた人も人生で初めて。家族まあそうね。こんだけ本音というか本心で喋れる人って萌ちゃんぐらいだと思う。家族にも俺本心にさらしてないタイプだ。俺が出会った人間なので唯一一番心です。すごいやん。うん、うまい。結婚はしない、子供はもっと、いや、付き合うのも無理っていう私のわがままを全部聞いてくれる優しい人が私の隣にいてくれます。彼の優しさに甘えてこれからもずっと一緒にいていいと思いますか？彼は私の人生を明るくしてくれた人で一緒にいたいけど自分勝手すぎるって毎日思います。いや、その男の人がいいって言ってるならいいんじゃない？いや、俺もそう思う。ね、生き方はそれぞれ。そう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 。私もそういうタイプだしな。どっちかといえばね。うん、だから俺らは俺らなりの生き方を。で、それでお互い周波数が合うんだから。それでいい。いつもお二人を見て癒されてます。ショクちゃんが可愛いと感じる仕草は何ですか？え、気になる。萌ちゃんの可愛い仕草？うん。まあなんか違う、ドキッとした仕草とか。あ、ドキッと？うん。え、昨日かも。昨日仕草じゃないのかな。今日の朝か、うん、じゃあ俺が寝てたら急に添い寝してきた。あ、眠れなくて添い寝した。そう、眠れないっつって俺の横に来てハグしてくれた。あれは可愛かった。俺めっちゃ寝ぼけてたよ。でもその寝ぼけてたのもお前ちゃん色気あるとか言ってた。そうそう、カラくんね、寝起きが一番色気あるんだよ。そう、でも男を感じる。寝起きが寝起き、寝顔が綺麗だから。じゃないよ。
汚くはないんだよ。白目でも向いてない？向いてる時もある。寝てる時はあんまり色気感じない。そこ向いてるいつも。そうだね。小山くんから見て、しょくちゃんの一番好きなところはどうですか？一番はちょっと決められないけど、結局根源の話にならん。俺と一緒にいてくれるとか、俺を好きにいてくれる、好きでいてくれるとか。なるほど。一緒にいて楽とか。小山くんの犬みたいな。え？嬉しい。嬉しいの？嬉しい嬉しい。昨日ホストの夢見たとか言ってた。そう、ホストの動画見たらホストの夢見た。そうそうそう。今日は小山くんの夢見たね。美味しそうなの。明日うなぎ食べますか？明日土曜の牛の日なんだよね。食べるかもしんないし、食べなかもしんない。今日隅田川花火大会に。どうだ、テレ東見よ。行きたかったんだ。もう終わったんじゃない？え？9時だよ、もう終わったよ。終わった？ああ、うん、浴衣着たいな、でも。ねえ、浴衣着よう。小山くんも浴衣絶対似合うよ。俺？持ってるよね。一応持ってるよ、ジンベエ。浴衣男子いいよな、浴衣好き。え、ほんと？うん。意外とコスプレ好きじゃない？多分コスプレ好き、スーツとか大好き。萌ちゃんそうなんだよ、スーツ好きとか言って。俺スーツ買ったのよ、メガネとか。あ、メガネ、メガネもさ、買ったんだよ俺、うん、メガネかけるからね、今。メガネあんねん。え、結構ね、インテリ感増す。インテリ感増すな。ちょっと似合ってねえな。そう、こういうのも買ったんだよ。意外とコスプレ好きなんだよ。コスプレ好き。そうなんだよ。いや、男性の好きな服結構ね、型が決まってる。黒い服とか。ああ、黒い服好きなの。黒い服大好き。コアマックも黒多いわ。あ、黒ばっか。最近でもシャツ多いけど、タンクトップにシャツ。タンクトップのシャツ。タンクトップにシャツ。タンクトップのシャツでしょ。あれとかは微妙やな。スカジャンとか、レーザーとか。あ、男着みたいな。うん、チノパンとか。中学生の時さ、チノパンの男の子めっちゃ多くなかった。え、俺もチノパンだった。俺もチノパン。俺も肌色のチノパンです。肌色のチノパンに英字が書いてあった、あのあの T シャツみたいな。お母さん買ってくれたの。そうそう。可愛くね。可愛い。あ、最近のカルディのおすすめ知りたいです。俺あれです。ミルクティーの。ミルクティーの元。元。あれ美味しい。あれマジでうまい。でも現チノパンだった。あ、そうだよ。めっちゃ悪い。え？可愛すぎ。チノパンだろそりゃ。加山くんちのパンが今日の話で一番おもろかった。え、マジ、うん、みんな着るだろ。そう、使ってるお皿や調理器具の紹介は一回動画でしたんで、うん、それを見てくださると。小山くん、センター分け見てみたいと思います。似合うと思います。どう？いや、私があんまセンター分けタイプじゃないんだけど。そうなんだよ。最近は良くなってきた。センター分けでもありかなと思う。センター分けね、俺もしようかなと思ったんだけど、髪硬すぎて上がんないのよ。多分プロにやってもらったらできるんだけど、自分じゃちょっとむずくて。食べました、居酒屋。だいぶ酔いも俺そんな酔ってないわ。俺意外と。ほんと？うん、私もね、ほろ酔いぐらい。ほろ酔いぐらい。だいぶ酔い冷めてる。ということで、小山居酒屋でした。珍しく俺が料理しながらもう一度食べるっていう形式。はい、この形式さ、楽だから。結構やっていきたいんだよね。ごちそうさまでした。それではさよなら。